はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクリエクスバイスイエン前回の続きからやっていきたいと思います。ちょっとお知らせが来ててですね、まあ100万ダウンロード突破したということで、まあラピス500個と召喚チケット1枚プレゼントいたしますということで、多分このメールのところに来てると思うんで、もう早速使いましょう。まず100万ダウンロード突破記念レア召喚チケット、そしてラピス500個、さらにラピス100個、これで1000、3回引けるかな。そうすると召喚、じゃあまずはちょっとラピスを使って召喚するか、なんか変わるのかわかんないけど、3個だからな、これは完全に星3っすね。なんか進化しないかな、進化しないか。あ、進化した。これは星4か。そうするといやー、こっからさらにパリーンって変わる可能性はない。あー、こいつか。アンゼルム召喚に応じ参上しました。と、なるほどね。これ結構連れてる人いますよね。星4なんだ。よしよしよし、あと2回引けますね。さあ、やっぱこうなると星5が出て欲しいけど、星3、マリア。これはなんだ、弓か。こいつも弓はね、フランがいるんだよね。あれ、マリアって FF2 のマリアか一般のマリアかと思った。一般のマリアっていうか、そのなんかこれのオリジナルキャラマリアみたいな。じゃあ最後にこの召喚チケットを使いましょう。まあちょっと今のところね、星4が出たんで、まあ、自分の中ではそこそこ満足かなみたいな。さあどうだ。まあ普通に星3だな。クルルだし、こいつ後で合成しよう同じだもんね。さあ、じゃあ続きをやっていきましょう。今のメンバーはちょっとまだレベルが低いんでね。ラスウェルが入って、で、あとワールドマップの、普通にオートグランシェルトは入れます。で、結構広い街ですね。で、クエストの受け負いも、だいぶたくさんあって、今7個くらい受けてるかな。ちょっともう街は出ちゃいますけど。2、3個くらいやって、まだ7個くらい。クエストの受け負いがあるんで、まあ、それをちょっと全部やってるとかなり時間食っちゃうんで、まあ、先に進みましょう。港町ローディーン、大陸の玄関口港町リディラとオードル港への定期船が航行する交易の要所であり、活気あふれる港町。諸外国からの荷物は全てこの港に降ろされる。ここしか港ないの？逆側とか別にあってもいいじゃん、港は。そっちの方が便利でしょう。と、こんな大陸に文句をつけてもしょうがないんで、まあここから新しい大陸へ旅立ちましょう。ここも町っちゃ町っすよね。そういえばグランシェルトの町があったばっかりなのに。港町ローディーン、いや、あんまりね、うろつきたくはないんですよ。ちょっと時間かかるんで。まあ、物語プラス戦闘が一番いいんだけど。まあ、ただでさえここら辺、多分遅いのに。すげえゆっくり入っていくよな。こいつもすげえゆっくりついてくるよな。この距離だったら確実にバレんだろ。ラスウェル。お前はまだまだ木の使い方がなってないな。おお、襲われる。ほら、だから言ったじゃん、この前。この辺のモンスターは退治したな、みたいなこと言ってたけどさ。絶対この背後から襲われるよ。え、それには気づかないのかよ、お前。キャー。フィーナ。お前、どうしてここに。ラスウェル。フィーナを助けるぞ。走れ、走れ、もっと早く走れ。そんなんじゃフィーナ食われちまうぞ。このモンスターはなんでこう街の近くまで来たんだ。
とりあえずクルルはサンダラをかけて、これ絶対サンダラに弱いっしょ。あとはいいや、普通に攻撃をしましょう。 OK。 これ2体倒せっかな。いいね、サンダラが効いたね。サンダラがこれって、これで経験値もらえるのかな。予定外の戦闘だったけど、お金は40円、経験値は36とか、しょぼすぎだろ。サハギンこれさ 0.1% ずつさ上がってってさ、しかも絶対上がるわけじゃないからさ、いつ上がるんだよこのトラスト。覚える前にもう絶対キャラ使わなくなるし。こいつ仲間なのかな。あ、ありがとうレイン、お前は気づいていたのか。ああ、城を出てからずっとついてきてたぞ。何、俺にはわからなかった。だったらどうして城に戻さなかった。俺たちについてくるってことは何か理由があると思ったんだよ。あの私も連れて行って、絶対に邪魔はしないから。今邪魔になったばっかだろうね。まあ、ラスウェルはこれは要スカウターですね。スカウターがないとちょっと敵を感じ取れなさそうなので。お前があの幻の女だと知ってた。ビジョンの力をくれたのは感謝している。だが俺たちは遊びに行くわけじゃない。半端な覚悟でついてこられるのは困る。おいラスウェル待て、もうちょっと話を聞いてやれよ。話を聞くことなどない。とりあえずついてきたらいいんじゃないかな。勝手に。街動くのか。もうなんかそのままサクッと行きたい。ここのイベントに行けばいいのかな。ほら、ギリラ行きの船のチケットだ。お前ら金持ってんのか。ほとんど使っちまったぞ俺、装備整えるのに。お前のチケットはない。まだついてきてるのか。チケットがないと船に乗れないよーん。レインたちは鎧の6人をやっつける旅に出るんだよね。私もあいつらをやっつけたいの。記憶をなくしたお前がなぜそんなことを思う。本能のままに動くことは間違いではない。心の中にそれだけが強く残っているの。あの6人を止めなきゃダメだって。そして知りたいの、私が何者なのか。どうしてお城の地下にいたのか。なんで不思議な力を持っていたのか。いやーでもね、チケットがね、ないんすよ、残念ながら。ラスベル、俺はいいと思うぜ。フィーナを一緒に連れて行っても。レイン。お前というやつは、面倒事が増えても俺は知らんぞ。サンキュー、ラスベル。レイン、ありがとう。それじゃあ、これからは3人での旅だ。きっと楽しくなるぜ、フィーナ。そりゃね、女の子が増えましたからね。男2人よりは楽しいだろう。はい、レイン。しかも今のとこレインの方が好感度が高い。一緒についてきていいって言ってる。ラスウェルはちょっと嫌われてますね。今のところはレインの方が有利。これどういう絵なんだ。改めて聞くぞ、なぜフィーナの同行を許した。そりゃ女の子がいたから旅は楽しいに決まってんじゃん。だって断れないだろ。女の子に必死にお願いされたらさ。それにフィーナにはビジョンの力をもらった恩もあるし。
ま、そういう建前だよな。ラスウェルを納得させるためには。だからこそ俺は心配なんだ。フィーナはただものじゃないぞ。なるほど、ラスウェルは警戒派だな。まあな。まあなじゃねえよ城の地下に封印されてた子だもんな。その封印を解いたのは鎧の連中だ。記憶がないってだけで奴らの仲間って可能性もある。聞かれた、今の話を。聞かれてないか。レイン、ラスウェル、この大きな水たまりは海って言うんだって。水たまりか。しかも水なのに飲めないの。とっても塩辛いんだって。こういうのはなんか普通と一緒だな。別にさ、ゲームの世界の海がさ、水飲めたっていいじゃん。ああ知ってる。フィーナは知らなかったのか。一応喋れるけど、なんか常識的なものはないのか。もしかして常識なのか。常識っていう言葉は知ってんじゃないですか。でも海は知らないみたいな。こういう記憶の曖昧さはどうなんだろうね。記憶をなくす前は私だって知ってたはずだもん。まあ普通に会話はできるレベルで単語も出てきますからね。記憶のなくし具合がちょっとよくわからないな。本当はどんな子だとしても今のフィーナを放ってはおけないだろう。なんだ？グッジョブみたいなのが出てきた。グランシェルトの騎士として。くっ。まあフィーナがいた方が男の二人飛びよりかは楽しいぜきっと。まあこれが一番だよな。これが一番の本音です。っていうかラスウェルは邪魔です。はあ、本当にお気楽なやつだ。お気楽なのはお前だよ。実はお前のことは邪魔だと思ってるからな。ランゼルト、いきなり島が浮上してきた。港町リリラン、ランゼルト大陸の、最東端というのこれ港町、海を挟んだローディーンへ船が出ている。かつては資源採掘で栄えたコロボス島との往来が多かった。島が荒れてからは活気を失いつつある。なるほど、鉱山の島かなここは。お、確かにちょっと錆びれてる感。ちょっとっていうかだいぶだな港町って感じではないよなこれ。鉱山のふもとの町だな、どっちかっていうと。ゴールドマイン的なものでもないし。ようやくリディラに着いたな。対抗グランポートまでには歩きになるな。準備は万全にしておけよ。途中で砂漠を渡ることになるからな。マジか、砂漠越えか。砂漠か、きつそうだな。迂回して別のルートにしようぜ。そんな顔をするな。あの砂漠には貴重なカゲロウ花が咲いている。ちなみに今のカゲロウでいいんだよね。それって美味しいの？なんだこの食いしん坊キャラは。食べ物ではない。7色の花びらが幾重にも重なっている珍しい花だ。その花の蜜に優れた回復効果があるのだ。それを入手することができれば俺たちの旅も楽になるだろう。なるほど。てか乗り物とかはないの？まあとりあえず水と食料を調達しとくか。せめてさ、ラクダくらい調達しようよ。ラクダがこの世界にいるかわかんないけど。あれ、フィーナはどこ行った？
さ、目の前にいたやつがどこ行ったってさ、この二人注意力散漫すぎだろ。あんたたち、あの娘の知り合いかい？あの娘ならチョコボを追って町の外へとスタスタ行ってしまったよ。最近はこの辺も物騒だからね、早く追いかけてあげなさい。ラスベル、追いかけるぞ。早速面倒ごとを引き起こしてくれたな。砂漠か。あれ、まだ砂漠は見えないな。錆びれた街道、こっちの方にあるのかな。砂漠、結構遠いな砂漠まで。どこだ、あと町がありそうなの。上は雪が降ってますね。雪の大陸と砂漠の大陸。そうか、水分補給は欠かさないようにしないとな。さて、じゃあ錆びれた街道行くか。その割にはのんきに歩いてるよな。もっと走ってさ、チョコボなんだから相手は。やれやれ、町に着くなりこれか。先が思いやられるぜ。まあそう言うなって、記憶がないんだから仕方ないだろ。記憶がないで全て片付くと思うなよレイン。お前はフィーナに甘くないか。え、そうか。ああ甘々だ。まあお前の気持ちもわからないでもないがな。どういう意味だよ。お前とフィーナは似ている。だからお前は感情を移入してしまうのだ。何が似てるんだ。俺とフィーナが似ている。どこが。フィーナは記憶をなくしていて、自分が何者なのかを知りたい。レインが騎士になったのは消えたレーゲンさんを探すため。お前たち二人は人生において重大な探し物があるというわけだ。いや、人生はいつも何かを探しているものだよ。あのな、勝手に決めつけるな。俺はフィーナを見ていると力を貸してやりたくなるだけさ。まあそう思っておくがいいさ。自分にはわからないからな。ならさっさと行くとしよう。そうだよ、こんなところでさ、くっちゃべってる暇ねえだろお前ら。今の探し物はフィーナ、それは確かなことだからな。挙句の果てには物扱いしてるし。めっちゃゆっくりだな。もう追いかけてるようには見えんぞこいつら。あー、6使うのか。結構使うな。4回やったらちょっとできないな全部。ちょっとこのドラえもんを連れてこう。アンゼルム使ってるし。さあ、新たなる地での戦闘。イプーとかいうやつがいる。しかしフィーナはなぜチョコボを追って町を出たんだ。きっと今のフィーナにとっては見るもの全てが目新しいのさ。ラスベルだってチョコボを見るのが初めてだったら興奮するだろう。バカな、俺はチョコボぐらいで興奮はしない。てかさ、俺たちはこうやってさ戦闘してるのにさ、先に行ったフィーナ大丈夫なのか。絶対モンスターに襲われるだろう。2ターンかかるな。ダミア、これはちょっと魔法っぽいな。サンダーが効くかな。ストーン、エアロが効くっぽいな。ストーン使ってきたってことは、ちょっとエアロ使ってみよう。どうだ。おー、ウィークネス。まああとはちょっとラスベル溜まってるからもう攻撃しちゃおう。氷、倒せない。まああとは全員の総攻撃で。オッケー。アンゼルムってそういやジョブなんだ。ホーネットは多分
簡単に倒せると思うんだけど、一旦では倒せないか。ただちょっとクルルサンダラ使って、戦闘が3回しかなかったからな。クリムゾンスラッシュでサンダラで倒せっかな。倒せないか、普通に。でダミアは最後総攻撃でいけるっしょ。戦闘回数が確か3回だったな、さっきちょろっと見たら。戦闘回数3回で6使うのか、体力マジですかい。ちょっと厳しいね。もう少しランクを上げないと1物語耐えらんないかもしれないな。これはまたサンダラ使うからリピートでいいかな。これ確か最終戦だよね。ローゼリアをちょっと回復させておいて、でクリムゾンスラッシュでクルルどうしようかな。サンダラでいいや。再生の技術めっちゃ回復するからな、これ。なんかもうケアルいらない気がするんだけど、ケアル使うくらいだったらリミット貯めて回復した方が絶対いいよ。まあ、ローゼリアそのものは回復魔法覚えてないけど、回復の秘術がいいっすね。そうだ、ラスエル、チョコボといえば、ああ子供の頃よくお前と一緒にチョコボを追いかけましたな。あまりにも夢中になりすぎて森で迷子になったこともあったな。てかチョコボ追い回してどうすんだよ、かわいそうだろ。お、100円持ってる。経験値もそこそこ持ってますね。1400。まあここら辺のアイテムは普通かな。で中央部、じゃあフレでも連れてっか。フレンドだとたまりがいいな、あの友情メーターみたいなやつの。そうだ、思い出した。夢中でチョコボを追いかけているうちに、俺たちは全く知らない場所にいた。俺たちが不安のあまり泣きべそを書いていると、その話はいいって。なんだよ、何が出てきたんだよ。まあ、とりあえずクルルは常にサンダラだな。あれ、そういえばフレンドのキャラクターがレインに変わってる。しかも俺のレインより強えし。経験値のまで修行したな。さては、まあ休みとかになるとね、結構サクサク進めそうだけど、ちょっとおお、ワイバン二人で泣きべそを書いていると、レーゲンさんが探しに来てくれた。あの時は嬉しかった。そうか、俺はおせっかいだと思ったけどな。ただ、誰かに迎えに来てもらえると、お前みたいに安心する人がいる。だからフィーナもちゃんと迎えに行ってやらないと。そうだな、分かったよ。まちょっと平日だとなかなかできる回数が限られてくるんで。半分減ったか、これ。できれば2ターンキルしたいけどな。そうするとローゼリアどうしよう。パニッシュの方がいいのかな。ちょっと後で検証してみよう。バニッシュと攻撃はどっちが強いのか。同じ敵で次が3分の3だよね。まあクルルはやっぱりこのサンダラのね、全体攻撃はめっちゃ役立つ。まあ再生の秘術もあんまり意味ないけど、ちょっと熟練度上げのために。ラスウェルとかフラも溜まってんな、そういえば。
もうどん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 使ってこう。クルも大地の息吹、レインもクリムゾンスラッシュ、ラスウェルもインガー王鵬、フランは乱鳴喝殺症。ゴー。敵もやっぱ強くなってはきてるな。まだ死ぬっていうほどじゃないけど、倒すのにちょっと時間がかかりますね。まあ、あれ、まずいなとか言ってる。どうした？この辺りはチョコボイーターが出没するという場所だ。チョコボを追いかけていると一緒に襲われる可能性があるぞ。く、早くフィーナを見つけないと。だってもうすでにここまで来るのに何回戦闘したんだよ。フィーナの戦闘回数が知りたい。あと10だから1回しかできない。次チョコボイーターかな。ちょうど錆びれた街道南西部、誰を連れて行こうかな。なんかチョコボイーターが出てきそうだからな、なるべく強い人を連れて行こう。このシャンクスのメディウス結構強いな、レベル27。今のところ、リディアがレベル31だけど、どうなんだろうな。リディアの強さがいまいちわからないからな。まあ一応召喚キャラではあるけど、召喚はだってこれあるからね、普通に。今、チョコボの鳴き声がしたぞ。ああ、この先でチョコボが襲われているかもしれない。急がないとフィーナが危ない。リディアちょっと見てみよう。まあサンダラ、ブリザラ。ら辺はありますね。違う違う、これじゃない。サンダラを使おう。で、クルルもサンダラ。あとは攻撃。おお、なんか魔法チェーンになった今。サンダラを重ねかけすると強いとか。ただ、リディアやっぱり結構マジックパワーあるな。クルルはちょっとマジックパワーに不安があるからな。おお、ヒットポイントはどうなんだろうな。これリディアのレベルいくつだっけ、20いくつにしてはやっぱ少ないのかな。グランシェルト城で使った力が今のフィーナにあれば、確かにあの力があればチョコボイーターとも戦えるだろうが、あれ以来フィーナはあの力を出していない。ということは記憶がない状態ではあの力は使えないんだろうな。記憶がない、ゴー。記憶と引き換えに力を使うのもね、これまた微妙だよな。ちょっとサンダラまた使おう。リピート。サンダラサンダラ。あとは攻撃でいいかな、そうすると。チョコブイーターが待ってるからな、ちょっとリミットは貯めときたいんで。次でボスかな。ボスバトル、チョコボイーター。予想してたよりもいかつい。く、やはりチョコボイーターだ。フィーナ、フィーナは？レイン、ラスウェル、よかった、フィーナは無事だ。だったらさっさとチョコボイーターを倒すぞ。任せろ、まずは回復。クルルもリジェネをかける。あとはひたすら必殺技で攻める。リディア、どうしよう、バイオ毒効くかな。いけ。何かが弱点だったら、もう何が弱点なんだか分かんねえし。結構強い。200。うわ、集中攻撃をしてきた。とりあえずレインはルナティックボイス、ローゼリア、どうしよう、バニッシュをかけるか。クルルはサンダラ、
キリアバイオ、ちょっとね毒になることを祈って、ちょっとこいつもバイオかけよう。ラスベルはまあ免疫を使っとくか。ゴー、ブラティックボイス、まあここら辺をちょっとカットして、あ毒になった、やったね。387何パーセント減ってるこれ。おお、クリティカル、お670か、めっちゃ減ってんな。ローゼリアが若干ヤバめだからケアルをかけておくか。あとは同じでいいや。次はお前だ。え、何が来るの。防御が下がったの。これ防御ってあんの、ところで。あ、ある。ほい。おお、防御した。一応防御しとこう。アフランが攻撃しちゃった。ま、いいや。あれ、リピートウスと免疫を使っちゃったな。本気の拳。おお、996。だがお前はもう、毒で虫の息のはずだ。これで、仕留める。倒したよね、これで。ラスベル、お前の犠牲は無駄にはしない。なんか気持ち悪いもん落としたな。まあ毒結構有効っすね。ボスキャラにも毒は効くんで。ラピス100。おお、ランクアップした。おお、ラピス100。 OKOK、 いいね。大竜の心臓、竜じゃねえだろあいつ。で、肝心のチョコボは食われちゃったの。あ、あのね、チョコボ食べられちゃったの。街で変な鳥を見かけて後をついていったらこんなことに。言い訳はいい。その変なチョコボは、じゃなくて変な鳥はチョコボって言うんだ。可愛かっただろ。食べられたけどね。うん、不思議な匂いがして面白かった。そう、なんかチョコボってチョコボ臭いって言いますよね。面白かったじゃない。急いで町を出たから、水や食料の確保も不十分なんだぞ。戻ろうぜ。あ、あのね、私ならご飯を食べなくても平気だから。マジで。てか水とかってさ、こうブリザード唱えたらダメなの。あ、これはそのふんみたいな。腹が鳴ったってことが聞こえなかったけど。途中の村で食料を分けてもらうしかないな。ごめんなさい。食料を分けてもらうっていうか、食料買えよ。なんで分けてもらうんだよ。いや、っていうかまあ普通に町戻るよ。だってあの町とか全然何も探索してないし。はい、というところで、まあ召喚3回引いて星4が出たんで、またちょいとレベルを上げてパーティー編成もまた変えてから、次回やっていこうと思うので、今回はこれで終了します。